エフレーン・エスクデロは、メキシコの男性総合格闘家。ソノラシュサン・ルイスリオ・コロラド出身。アメリカ合衆国アリゾナ州在住。MMA ラボ所属。ゲンスペリオルチャレンジライト級王者。TUF8 ライト級優勝。エフライン・エスクデロとも表記される。デビュー時は、グランドキャニオン大学の現役大学生であった。メキシコで生まれ、その後家族で、 アメリカに移住した。レスリングでは、高校時代にアリゾナ州大会で優勝、卒業後に進学したコミュニティカレッジでは、ジェカ大会で入賞、全米代表にも選ばれた。2006年に、同じ大学に通っていたドリューフィケットの下で、総合格闘技の練習を開始し、6月10日には、アリゾナ州を拠点とする老舗ローカルプロモーション、レイジンザケージで、 プロ総合格闘技の初戦を迎え、一本勝ちで白星デビューを飾った。2007年は、レイジ・イン・ザ・ケージ、ケージ・スプレーマシーの大会に出場、7戦全勝、すべて一本勝ちという記録を残した。2008年、UFC のリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン8に参加。シーズン最初のエリミネーション・バウトでは井戸・パリエンテに勝利しホーム行きを決めると、 ドラフトでは、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラのチームに選ばれた。一回戦では、シェイン・ネルソンに勝利した後、ネルソンの友人であるジュニー・ブラウニングに乱入され、掴みかかられるという過去を残した。準決勝ではブラウニングにダース・チョークで一本勝ちし、12月13日の決勝進出を決めた。同じチームのゲーラに所属していたフィリップ・ノバートの決勝では、 テイクダウンからのグラウンドの攻防で優位に立ち判定勝ちを収め優勝を果たした。2009年9月19日、UFC103 でコール・ミラーと対戦し、TKO 勝ちを収めた。2010年1月11日、UFC ファイトナイト、メーナー &VS、ディアズでエヴァンダ・ナムと対戦し、腕ひしぎ十字固めで敗れ、キャリア初黒星を起死した。 2010年5月29日 UFC114 でダンローゾンと対戦し3から0の判定勝ち。2010年9月15日 UFC ファイトナイトマーカと VS プルアラスでチャールズ・オリベイラと対戦しチョークスリーパーで一本負けを喫した。この試合の後 UFC をリリースされた。TUF 優勝者のリリースはトラビスルターに続き2人目となった。 2011年12月30日 UFC 復帰戦となった UFC141 でジェイコブ・ボルクマンと対戦し判定負け。2016年2勝3敗で UFC からリリースされた。ありがとうございます。